はいどうもこんにちはクレイです、よろしくお願いします。さあということで今回は間もなく発売になるプロ野球スピリッツ2021グランドスラム、こちらについてのね動画をちょっと撮っていこうかなと思います。まあ、アプリだけねプレイしている人にとっては据え置きの方はあんまり興味ないなと思う方も多いかもしれませんが、ちょっとねここ最近のお知らせの中で、プロスペースユーザーにとっても無視できない内容がね、入ってきましたので、今回はそちらについて触れていきたいなと思います。さあということでございます。早速ですね内容の方に移っていきたいと思うんですが、まもなく発売になる e ベースボールプロ野球スピリッツ2021グランドスラムのパッケージ版が予約受付中ですということで、これ発売がですね7月の8日に、決定をしたみたいですね。前の2021まとめ動画情報が出た時にも動画を出しているんですが、その時には確かまだ夏発売とかっていうような情報しかなかったと思うので、まあ改めてにはなりますが7月8日に発売が決定しております。でですね今回重要なお話はこの、2021グランドスラムの早期購入特典が、プロ野球スピリッツエースにおいてめちゃめちゃ激アツな内容になっておりまして、プロ野球スピリッツエースコースでは S ランク自チーム契約書と交換ができるというね、なんとも太っ腹なシステムになっております。で一応これね選ぶことができまして、そのプロスピエースコースで S ランク自チーム契約書を選ぶか、まあ、ないしはプロスピ2021のゲーム内で使えるアイテムに変えるかっていうね選び方ができるんですけれども、まあ、特にこのプロ野球スピリッツエースを遊んでいる方にとってはもう S ランク自チーム契約書と交換で一択でいいんじゃないかなと思います。ちょっとなんかいやらしい聞こえ方をするかもしれませんが、めちゃめちゃお得だと思うんですよね。でなんでかっていうと、このプロ野球スピリッツ2021ちょっとサイトの方に飛んでみたいと思うんですけど、改めてサイトに飛ぶとこんな感じになっておりまして、まあ今現状ではモードがいくつか紹介されてたりとか、あとはまあここがスピリッツとかっていうようなね、まあ、若干の情報は出ているっていう感じはなってるんですけど、まあ、一番重要なのはまあいくらなのかっていうところですよね。気になってる方多いと思うんですけど、定価でですね7678円となっております。まあ、これが定価ですね。これ以上高くなることは基本的にないという金額がこれなんですけれども、これねエナジー換算してしまうとだいたいまあ500エナジーからまあ600エナジーぐらいなんですよね。でそれってまあ大体20連ちょいとかっていうような、感じになると思うんですけれども、それで自チームの S ランクがもらえるって考えたらめちゃめちゃ熱くないですか。それプラス、さらにソフトもついてくるわけなので、当然ね、まあ、ソフトがおまけみたいになっちゃうのもおかしい話ですけど、まあ、ソフトが当然遊べて、さらに S ランク自チーム契約書もついてきて、この金額課金税寄りの考え方じゃんって思われるかもしれませんが、よくよく考えてみたら普通にゲームソフト買ってアプリにもめちゃくちゃいい報酬があってって考えたらめっちゃお得じゃねっていう話ですね。なんで、まあ、今までちょっと据え置きのプロスピに関して遊んでこなかったけど、まあ、この報酬があることによってねちょっと買ってみる価値も、上がってきたんじゃないかなというふうには個人的に思ってます。というかこの報酬をくれるのがすごいありがたいというか、まあ、プロスピ2021をね遊ぶ人も増えるきっかけになると思うんで、まあいいね特典なんじゃないかなと思います。でまあざっくりちょっとプロスピ2021の話もしておきますか。今現状ではですね、まあ、現状ではというかもう多分この段階で発表がないということはもう確定なんだろうなっていうところなんですけど、今回はもう任天堂スイッチ版オンリーでのね、発売になるみたいです。今までは結構こうプレイステーション4とかまた PS3 かな、直近がプレイステーション4で初めて出て2015までは PS3 で出てたと思うんですけど、まあ、そのプレイステーションから外れて任天堂のね、スイッチという、ハードから今回は出る形になっています。まあこれに関してはまあ結構そのグラフィックの部分とかで言うとプレイステーションに比べるとね、まあ、若干劣ってしまう部分とかも当然限界開始としてあるかなとは思うんですけど、まあ、逆に言えば持ち運びが、まあ、できたりとか、まあ、あとは一番今回大きいかなと思ってるのはこの4人でのマルチプレイができるようになったっていうところかな。まあそのスイッチってやっぱりこの大人数でねワイワイやるっていうところが一つ、まあ、楽しみ方としてもあるので、まあ、こういった部分がかなり、いいのかなというふうには思います。まあ後の部分で言うとねちょっと個人的に期待してるのはこのグランプリモードかな。昔のねプロスピいくつまであったのかな、ちょっと具体的なところ覚えてないんですけど、これね割となんだろうプロスピエースとはまたちょっと違うんですけど、まあ、このモードの中で自分の選手たち自分たちのチームを作って、まあ、カードを集めてでそれで監督プレイをするんですよね。監督で基本的に采配のみを振るっていって、まあ、チームを率いていくっていうようなモードになってるんですが、これが結構今こうプロスピエースにもない新しい、楽しみ方ができるモードになってるかなというふうには思うので、まあ、かなりここは、楽しんでやれる方も多いんじゃないかなと思ってます。でこれちょっとねやれたら過去作品のグランプリモードを今度生放送とかでやろうかなと思ってるんで、まあ、よかったらその辺
辺のね生放送を見ていただければ嬉しいなと思います。まあそんなところかな。あとは結構公式サイトの方ではもうね、あの能力、選手の能力が一部出てたりもするので、まあよかったらね見てない方は見てもらえればと思います。結構プロスペースに比べてもまあ能力がね割と細分化されて、評価をされてますので、ここもかなり面白いところかなと思います。はい、ということでちょっと話戻りまして、この得点のお話ですね、改めてまとめになるんですが、まあプロスペ2021今早期購入特典で予約をすると S ランク自チーム契約書がですねゲーム内でも、交換することができますよというところが、一番重要な話になります。ただちょっと注意事項がいくつかありまして、まずこの、早期購入特典予約に関しては、パッケージ版ですね、まあ、いわゆるゲームソフトとその実物があるものに関しては予約が開始になってます。ただダウンロード版ですね、ソフト実物がなくて、スイッチに直接ダウンロードして遊ぶっていうね、まあ、最近主流になってきてるダウンロード版に関してはまだ予約が開始されていないので、まあ、ダウンロード版で買おうかなと思ってる方は、まあ、その予約開始まで、時間かかるみたいなんで、そこは待つしかないといった感じになっています。で一応ねこれ具体的な数字は明らかになってないんですけど、早期購入特典なんでなくなり次第終了になっちゃうみたいなんですよね。なのでまあぜひぜひ早い段階で、購入することをお勧めします。であとは7月の8日に、発売になるんですが、その発売後にね S ランク自チーム契約書ないしは、まあ、プロスピ2021のアイテムに交換することができる、仕様になっているみたいなので、まだねちょっとすぐに交換ができるわけではないんですが、まあ、そこはねちょっと認識が必要になるかなと思います。であとはパースピー、ポイントクラブの、連携が必要になりますので、まあもう最近ね、1ヶ月前グランドオープンのタイミングぐらいかなでサービスが開始になってますので、まだやってなかった乗り遅れてるっていう方に関しては、ここをまず前提としてね、やる必要がありますと。であとは注意事項もう一つが、プロスピ2021グランドスラム、これをめちゃくちゃ買いまくれば S ランク自チーム契約書も乱獲できるんじゃないかっていう考え方もあるかもしれませんが、今回このね、使用上複数回購入しても、得点と交換できるのは1アンカウントにつき、1回限りとなっているみたいなので、まあ、2本買っても1チーム契約書に関しては1回しか交換できないっていうね感じになっておりますので、まあ、そこは、注意が必要ですということで、まあでも本当に最初冒頭にも言った通りかなり、まあ、個人的にはお得なんじゃないかなと思いますので、まあ、プロスペ2021購入を検討している方は、まあ、早い段階でねこのプロスペースも遊んでるよって方は、予約をすることをお勧めします。まあ、僕自身もちょっと僕はダウンロード版で買おうと思ってるんで、まだパッケージ版の予約はしてないんですけど、まあ、発売されたら動画とか生放送の方でやっていきたいと思うんで、ぜひそちらも見ていただければ嬉しいです。で今日もう一つですねちょっとお話をしたいところが、ハッシュタグ熱いぜプロスピの投稿キャンペーンがまた開始になっております。これエキサイティングの登場日にですね、解禁になっているんですけれども、今回は1万投稿でゴールド契約書、2万投稿で A ランク自チーム契約書、3万投稿で S ランク 30% 契約書というね感じになってるみたいなんですけれども、まあでもね確かその当日エキサイティングが登場した当日にトレンド入りしてたりとか、アプリのセールスランキングもねかなり上位に、てかまあその日は1位だったのかな、まあ、そんな感じでかなり今プロスペースもまたね盛り上がってきてるかなというところなんですけども、まあぜひここは、ツイッターでですね、3万投稿を目指して、皆さんぜひツイートの方していきましょう。僕も1回ツイートの方させてもらいましたけれども、まあまたねちょっとツイートの方はしたいなと思います。まああとはそのついででいいんで毎回恒例ではあるんですけど、僕のツイッターのフォローもねまだしてない方はよかったらしてください。はい、ということでまあいろいろとお話をしていったんですけれども、今回はちょっとまあひたすら喋るだけの動画ではあったんですが、プロスピ2021のね、早期購入特典でめちゃくちゃ、アプリ内でも激アツなキャンペーンが始まりますよっていうところと、あと熱いぜプロスピのね、ツイッター投稿キャンペーン始まりましたよっていうところを、2つねお知らせの方させてもらいました。まあ普段このねプロスペース無課金で遊んでる方もこれに関しては課金にならないと思うんだよね。普通にゲームソフト買うだけなんで、まあ普段ちょっとね自分のお金じゃ課金できないよって人とかは、まあ親御さんとかにねこのソフト今度発売になるんだけど買ってよってお願いしてみたら、もしかしたら、ゲーム内でもね自チーム契約書が獲得できるかもしれませんよということで、まあ一応ね、質問とかも結構あったんで、今回動画の方で触れさせてもらいました。はい、ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともねこの動画参考になっていれば高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。